ないかしら。あ、大丈夫です。聞こえますか。はい、皆様聞こえますか。石原方も大丈夫でしょうか。じゃあ出ちゃいます。はい、では3番、宇野良一さん、お願いします。はじめに簡単な自己紹介をよろしくお願いします。自己紹介後にタイマースタートします。皆さん、こんにちは。国立国会図書館の宇野良一です。何この黄色いの着てんじゃんの話ですけど、宮城県図書館に出稼ぎ、人事交流で来ておりますんで、今はこいつを来ておりますところ、なんか給料分の仕事をしろと言われて、こんなところに呼び出されております。まあ、ここに来る前はですね、国会図書館に拾われる前は、アフリカのタンザニアで大学の先生をしていたり、日本の大学図書館で働いていたりしたこともあります。というわけで、招待を表します。はい、それでは始めます。はい、それではタイマースタートします。さて、早速ですけれども、皆さんに一つ質問したいと思いますけれども、皆さん、納豆って食べられますか？納豆食べられない人、じゃあ手を挙げてください。これが私の本に対する投票にならないことを祈りますが、ともあれそんなわけで皆さん納豆を食べられる。ただですね、日本でも関西の人とか納豆を食べられない人も多いみたいです。例えば私の母親、和歌山の出身ですけども、大学時代東京の大学で家庭教師をやっていたところ、そのお家で納豆ご飯出してもらったけども食べれなくて困った、そんなことも言ってました。また最近日本料理がブームですが、まあ、やっぱりアメリカとかヨーロッパの人、いくら日本料理が好きと言っても納豆なかなか食べられない人も多いと思います。ところが今回私が紹介したい本はですね、こちら、幻のアフリカ納豆を超えという本です。日本の関西、まあ、さらにはヨーロッパとかアメリカでもなかなか食べられない納豆なんてものが本当にアフリカにあるのか、まさに幻じゃないかというところですけれども、この著者の高野秀幸さん、この本を書く前にはアジアの納豆も探しに旅立っていた人です。さらにその探索の旅が今回アフリカにも広げられたということですね。ただ、さっき私アフリカで働いてたって話からっとしましたけど、アフリカにいるとき、オクラ、皆さんオクラは知ってますよね。緑色の長いやつで煮浸しにしたりサラダにしたり美味しい、まあ、日本的な食べ物だと思いきや、アフリカにタンザニアで働いていたとき、タンザニアの人が、俺たちはこのネバネバが大好きだけど、君たち外国人はこんなの気持ち悪くて食えないだろう、そんなことを言ってました。実はこれアフリカの人がむしろ正しくて、オクラアフリカ原産です。日本には明治時代に入ってきたと言われています。さらに、モロヘイヤ、皆さんご存知ですか。あのクレオパトラも食べていたという美人になるお薬、美人になるお薬お薬葉っぱ、はいですけれども、クレオパトラはどこの人でしょう。エジプトですね。エジプトはアフリカです。というわけでアフリカの人たちはそういったネバネバ、むしろ本家本元とも言えるでしょう。ですからこの幻のアフリカ納豆というのも、むしろ現地に探しに行ってみれば当然のものだったということが言えます。じゃあこの本の魅力はどういうところにあるかというと、やっぱりこういった料理の様子を実際に作ってもらっているところです。例えば私たちがお味噌汁を食べて、あ、おいしいなと思っても、そこに鰹節が入っているのか、昆布が入っているのか、煮干しが入っているのか、また味噌をどういうふうに溶いて入れるのか、食べるだけでは分かんないと思います。そこでこの高野さんは、現地の人、その辺の食堂のおばちゃんから、その地域をまとめているリーダーの人、さらには宗教的ヤンキーなんかわけわかんない、そんな人たちにも話をつけて、実際に料理をしてもらって、どういうふうにアフリカの人たちが納豆を料理に使っているのか、それを見ていきます。私たちだとやっぱり白いご飯にかけてということになりますが、アフリカの人たち、この納豆を旨味を出す調味料として使ったり、炊き込みご飯にしたり、お魚を焼いてその後納豆汁に浸したり、焼き浸し、そんなものを作ったり、いろいろな使い方をしている納豆先進国と言われています。さらに納豆っていうと私たち当然大豆で作りますよね。でもアフリカの人たちはパルピアという、まあ、菜豆みたいな大きな豆で作ったり、ハイビスカス、ノゼラと思いますが、花はハイビスカスティーとかでよく飲む方もいるかと思いますが、このハイビスカスの実を使ったり、さらには星の王子様なんかで有名なバオバブの実を使って納豆を作ったり、
そういったいろいろなものを使って納豆を作っています。この納豆の多様性、これが第二の魅力です。でさらにやっぱり魅力的なのはその納豆のを使ったいろんな料理が、これは地図です、白黒までいろいろな写真が載っているということです。というわけで、そろそろみんな忘れてきたかもしれないので、まとめます。幻のアフリカ納豆へという本は、むしろネバネバ納豆先進国であるアフリカに日本の人が納豆を探しに行ったドキュメンタリーである。そしてアフリカの納豆はハイビスカスとかバオバブ、いろいろなものから作られている。そしてただ白いご飯にかけるだけではなくて、だしにしたり煮びたしにしたり、いろいろな使われ方をしている納豆先進国、それがアフリカであったというところで、今回のプレゼンを終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ただお時間となりましたので、ディスカッションタイムに移ります。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。プレゼンありがとうございました。その題名の幻っていうのがあるんですけども、今その納豆の先進国っていう説明だったんですけど、先進国なのにその幻という言葉となんかちょっと違和感があるんですけど、その辺なぜ幻なのかちょっと教えていただけますか。いい質問ですね。理由は2つあると思います。一つはやっぱり現代は例えば日本の味の素とかみたいにいろんな便利な調味料が出てきているので、現地の人もこっちの方が便利だなと思ってあまり納豆を使わなくなっていくこと、それからもう一つは、最近現代はいろいろ冷凍技術とかおいしいものがあるので、もっといろんなものを食べられますから、そういったものに流れていって納豆の魅力をちょっと現地の人たちも見失いかけていること、そういうことがあって幻という呼ばれ方をしていると思われます。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。はい、著者はもう方が著者の方が納豆にこだわってる想像の理由みたいな、やっぱり学生じゃないですね、早稲田短距離、私も早稲田ですけども、何でもやる、しかし貧乏、そんなところでしたので、納豆はやっぱり貧しい学生の友ですから、この頃から納豆と著者は不足不利、離れることができない関係だったんじゃないでしょうかというか、割とそれっぽいことが書いてあります。ありがとうございます。お時間となりました。薬研図書館代表として宇野良一さんに発表していただきました。皆さん拍手をお願いいたします。